いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします。大谷翔平、今日は特別。日本の日に大暴れ。ドジャース劇的サヨナラ勝ち。27号、逆転ツーラン含む3安打。いい感覚が継続。7月好発進。シーズン50発ペース。救援ホームランダービーは事態の意向を表明。おそらく出ない。 ドジャースの大谷翔平選手が一番指名打者で出場一時は逆転となる27号ツーランを含め5打数3安打2打点をマークしたサイクル安打まであと3塁打だけに迫ったが9回の最終打席は三振に倒れた本塁打で一浪し七百780打点松井秀喜氏760打点に次ぐ日本選手史上3人目の通算500打点を記録したチームは 9回テオスカー・ヘルナンデスのサヨナラ打でサヨナラ勝ちを収めたドジャースはこの試合を終え53勝33敗で貯金を20とした2位のパドレスに8.5ゲーム差をつけナショナルリーグ西地区首位を独走している大谷のメジャーでの通算500501打点目は球場の雰囲気を一変させた逆転ツーランから生まれた2対3で迎えた7回無視1塁の場面右腕マルティネスの カウント、1ボールからの2球目は内角高めのスライダーだったリハインドだったのでランナーが1塁にいたし後ろの2人スミスフリーマンにしっかりとつなげればいいと思っていたけどたまたま甘い球が来た強振すると打球は高く上がって宇宙間へ打った瞬間に本塁打を確信した大谷は走り出さず打席の中で立ち止まって打球の行方を見つめた大きく試合が動くところではあったので いい感覚だった試合後大谷はチームのさよならについて本当に最後難しいシチュエーションだったがフレディもテオも素晴らしかったと笑顔ホームランについてはなんとかつなぐことだけ考えていた結果的にホームランになったがいいバッティングだったと思ういい感覚が継続している後半もありますしこの感覚を大事にしたいとうなずいた日本の日に大活躍 普段から多くの日本人の方に来てもらってるが今日は特別そこでホームラン打ててヒットも打ててなおかつ勝ててよかったと語ったドジャースは8回9回に1点ずつ奪われ逆転されたが9回西から2点を奪ってさよなら勝ちこの回は空振り三振に倒れた大谷もベンチを飛び出し歓喜の輪に加わった今日もなかなか流れが行ったり来たり難しいゲームだったと思うけど 最後も自力でで逆転できているチームの集中力が高い勝負強いチームに手応えを感じていた大谷は2対3で1点を追う中で迎えた7回の第4打席で27号逆転ツーランを放ちサイクル安打にも王手をかけた500打点の大台まであと1に迫る中で迎えたこの試合この日は球団恒例イベントジャパンヘリテージナイトでチケットは完売 5万2931人の観客が詰めかけた中で日本の顔が逆転ツーランで決めた場内は MVP コールが起こり完璧な一発に現地実況ではビデオゲームのようだと評された第1打席はレフトへの二塁打第2打席は三振だった第2打席では痛烈なファウルが右足つま先付近に直撃激痛のあまり絶叫する場面もあったが第3打席にはセンター前ヒットを放ち5試合ぶり 今季度目のマルチアンダを記録していたなぜあんなことができるのか大谷の27号ツーランにフリーマンも驚嘆同点打にはうちは粘りがあるドジャースは2日日本時間3日本拠地でのダイヤモンドバックス戦で劇的な逆転さよなら勝利を収めた起死回生の同点打を放ったフレディ・フリーマン内野手はチームの粘りに胸を張った4対5の9回先頭ギャビン・ラックス 自打者大谷が連続三振に倒れ西走者なしと追い込まれたそれでもウィル・スミスが二塁打を放ってチャンスメイクすると続くフリーマンが宇宙間を破るタイムリー二塁打土壇場で同点に追いついたなおも西二塁でテオスカー・ヘルナンデスの打球は三遊間を破り左翼へ転がった二塁走者のフリーマンが激走生還しサヨナラのホームを踏んでドジャースは劇的勝利を飾った 同点だのフリーマンは前にもやったことがある他のチーム相手にねうちは粘りがあるしこういう流れも自然なことになっていると納得の表情6月18日のロッキーズ戦でも9回に7点を奪った大逆転勝利を収めただけにチーム全体の諦めない姿勢に胸を張ったまた7回に大谷が放った27号ツーランには内角高めのスライダー彼はああいうことができる ただ私にははなななぜあんなことができるのかはかわらない。驚きながら見るしかないと驚嘆し彼はずっと大事な場面で打ってきているけど今日はジャパニーズヘリテージナイトこういう試合でしっかり打つのはすごいと特別な日に3安打ときっちり活躍してみせる大谷の主人公ぶりを称えた翔平はジョーダンやウッズのようだドジャース指揮官日本の日に3安打1本塁打の大谷翔平に期待すると。 必ず試合後デーブ・ロバーツ監督もワールドクラスのアスリートの名前を出して称賛した指揮官は翔平は物語のような選手何かが起きるだろうと期待すると必ず起きると期待通りそれ以上の活躍をしてくれるとにんまりさらにマイケル・ジョーダンやタイガー・グッズのような選手と続けワールドクラスのトップアスリートに引けを取らないと称賛したまた WBC で「 彼とトラウトが対戦したあの試合を思い返しても試合の最後に彼はピッチングをしていて最後まで何が起こるかわからなかったと昨年3月の WBC 決勝の日本対米国戦のようにドラマチックな活躍をしてくれると振り返った10日ぶりのホームゲームとなったこの日は日本文化を広めるジジャパンヘリテージナイトとして開催一部チケット購入者には袖部分が浮世絵風になった特別ユニフォームが配られた。 日本の日に日本の顔が活躍してみせたことに日本からたくさんの人が集まった中で彼は大活躍した私にとってまさに物語のような選手と改めて称賛した大谷は試合後16日同17日にレンジャーズの本拠地テキサス州アーリントングローブライフフ・フィールドで行われるメジャーリーグのオールスターゲーム前日のホームランダービーの参加について話が来ていろいろ話して。 リハビリがあるのでなかなかスイング数などのボリュームも多いですし今回は出ない方向で進むんじゃないかなと思いますと3年連続で辞退する方向性を示したまた大谷がオールスターの前夜祭ホームランダービー出場を辞退する意向を示したことについてロバーツ監督が持論を明かしたロバーツ監督は大谷の意向について彼がドジャースに来た理由はチャンピオンシップで勝利するためだ。 メジャーリーグを彼一人が責任で背負うことはない彼は自分の責任感を重要視する人で彼はオールスターゲームのスターでありファンのために以前ホームランダービーに参加したこともあるでも彼は今リハビリ中であり体をケアしてベストの状態でドジャースでプレーすることが仕事だとサインしたのだリハビリをしていないノーマルな状況であれば彼は参加したいだろうしかし何かが重なり合っている時に 誰にとってもかなり独特なほどのスイング量と強度が求められるものとなるホームランダービーに参加して何かあったら翔平だけでなくドジャースもファンも落胆することだろうそもそもこれは主にエキシビションなのだから彼にはこれが重くのしかかっているだろうが辞退したこともリハビリが結果的に進めば気分が良くなるだろう彼はプレーしているだけでも野球界に大きく貢献しているこれは球団内でも。 みんなで話し合ったことだ。私はそれをリスペクトする。彼はドジャースの勝利に貢献することで契約したのだから、それを邪魔するべきではないと理解を示した。大谷は昨年9月に右肘の手術を受け、投手としてリハビリ中、来期の二刀流復活を目指している。これまでに MLB から3年ぶりの出場を要請されたものの、大谷はリハビリもあるので、なかなかボリュームも大きいですし。 おそらく出ないい方向でで進んるると辞退する考えを示したロバーツ監督はそんな大谷の思いを代弁した彼がドジャースに移籍してきた理由はワールドシリーズで勝つため彼だけがメジャーリーグを背負う必要はない彼はとても責任感のある男以前にホームランダービーに参加したのもファンのためだと思う彼はリハビリの過程にいるし彼はドジャースでプレーするために契約を交わした 大谷は2021年のオールスターで投打の二刀流でプレーしながら前日のホームランダービーにも参加同年本塁打王は当確とも思われていたが後半戦で失速しシーズン終盤で逃す結果となったロバーツ監督は普段通りであれば彼は出たかっただろうただ何かが起きてしまった時は翔平だけでなくドジャースそしてファンもがっかりするリハビリをしている途中であることで 辞退することに繋がったのだと思うただ彼は間違いなく野球界に大きく貢献してきたと故障や不審のリスクを回避する必要性を説いた上でこれまでの功績を称えたそして改めて言うが彼は我々が世界一の座を掴む手助けをするために契約した世界的な規模という意味で将兵以上に球界に目立った変化を与えられる選手は他にいない大谷の ホームランダービー自体について指揮官は3分30秒にわたって熱弁したまずはチームの中心選手としてワールドシリーズ制覇へ集中することになる最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします